ス、プライズです。それでは、やっていきましょう。エーペックスシーズン8、さあキングスキャニオンやってきました。どこにしよっかな。ここからだとちょっと直下はちょっと厳しいかな。こっち行こうかな。ここに突入するぞ。ね、新しいところをねお見せできたらなと、思います。あ、こっちでもいいな。よいしょ、こっちへ行こう。行くぜー、フー、レッツゴー、行くぞ。お前ら俺についてこいよ。ファーストキル、いいぞいいぞ。またこれまたこれ足りる、足らないんじゃない、大丈夫、飛距離足りない、飛距離足りてる、これ距離足りてますか、これ距離足りてまーすか、ギリギリ足りた、危ない、よかった、なんとかギリギリ次のリングは遠い、いけたわ。休んでる暇はねえぞ。とりあえずじゃあわしはこっち行く。皆さんどうですか、フューズね、使ってますかね。結構難しいキャラクターですよね、僕的には。このねスキルっていうのはパッシブだっけ、パッシブじゃない打つやつ。あとアルティメットっていうかウルトが結構ちょっとパッと出すにはちょっと難しいかなっていう風に僕はね感じました。飛距離がね、あとこれなんだっけ、30-30リピーターだっけ、なんだっけこれ、30-30リピーターを発見。あ、そう名品だ。これがね強いんですけど、新武器ね強いんですけど、なかなかこれも難しい。威力的には50ぐらい結構出るんで、まあ、強いっちゃ強いんですけど、ちょっと難しいですよね、運用するのには。遠距離だったらね、遠距離の攻防戦だったら結構強いんですけど、あ、そうだ、スピットファイヤーもね強化されたんですよね、今回シーズン8で。いやー、まさかのスピットファイヤーって、ね、だいぶ強くなったみたいだよね。僕も使ってみたけどちょっとよく分かんなかったよ。あんま使わんから、前の時もそんなに使ってなかったからよく分かんないけど、だいぶ強くなったみたいですね。ブラッドラインの何だっけ、アンビルレシーバー、バックパックを発見、あれもね帰ってきたらしいんでね、帰ってきたらしいっていうか帰ってきましたね。リングが45秒です。さあ、そしてねこれ新しい新要素ということで、なんだっけこのね物資みたいな、これもまたいいですよね。さあ、いらんか。で、そう、金色のマガジンが追加されたということで、これ結構使い勝手いいですよね。とりあえず、ああ、ちょっとこっちにしようかな。フラットラインのがちょっと使い勝手いいんで、ちょっと、また次回、にしようかな。ショットガンボルトを発見。レベル3。ああ、ウィングマンもあるけど。ああ、スカルピアサーもあるけど。え、どうしよう。じゃウィングマンにするか。はい、ウィングマンにします。バレル、今、拡張ライトマガジンを発見。レベル4だ。早く行くぜ。とりあえず、ウィングマンにしました。で、野良さんたちは、どっかに、めっちゃ遠いとこに、行ってもうて、出遅れてますが、ね、ついていきましょう。あー、この誘惑の、ね、パッケージが、怖いということで。いいよ、いる。お疲れ様でした。
めっちゃいる。こっちへ行くのはどうだ。びっくりするほどめっちゃいたわ。あ、フラットラインを担いきまして、さあ全力でいくぜ。全力全力。おお、いいじゃん、最強武器。オッケー。なんかちょっとラグい。なんかね、今結構エイペックスアップできてから、まあ最初初日なんでね、初日っていうか数日しか経ってないんで、まあ、ちょっとねやっぱ不具合みたいなの出てるみたいですね、やはりいつものごとく。あ、いつも出てるんでね、しょうがないかなと、思います。攻め込むか。ドンパチやりく、まあ、下か、下でやり合ってますね。痛い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 。リロード中。オッケー。あぶねー。オッケーオッケー、危ない。リロードだ。部隊の半分が脱落した。ここに敵がいる。敵がダウン。リロードだ。オッケー。部隊の最後の一人を仕留めた。あんたはまだまだ戦える。敵を発見。やってくれ、やってくれ。また遊んでね。ナイス。はい、ということでいかがだったでしょうか。無事、新キャラキューズでね、チャンピオン取りました。やったぜ、イエーイ。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、コメントもしております。また次回お会いしましょう。さらば。